こんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日は来ました、脱走バロックワークス逃走のランキングでございます。ちょっとこれに挑んでみたいと思います。お願いします。はい、ちょっとね、もう超頑張った。さっきもう今ね4時っす頑張りすぎたわ。結構ね、頑張ってかやっといけた。ちょっと見よう、まず見よう。はい、ランキングでございます。今回さ、ギアサードないと本当に辛くないですか。ギアサードない皆さん、もう俺多分一生ギアサード出ない端末でやらせていただいてるので、もうその気持ちすごいわかります。もうギアサードないし、あとコアラね、今回コアラがすごい疲れるらしい。もう本当コアラ欲しい。もうそれよりもギアサード欲しいけどねなんで出ないんだよ、一生出ねえよ。でもマジ一応さっきギリギリ203万って超ギリギリなんとかいけたんで、だからギアサードない方にね、まあこんなパーティーで行きましたってことを伝えていければと思います。まず何でしたっけ、ボンちゃんだね、脱走バラックワークスの逃走で一旦の間にドン、一旦でドンした値をドンでございます。それが200万を超えていれば石ですね。でまあこの下はまあポポポと、ボタメとカメと、ちょっとねいけるか分かんない。さっきもうスタミナ全部使ってやってギリギリさっき一回いけたからちょっと自信ないですけど、まあ失敗したらごめんね。まあ一応このパーティーで行けたってことだけお見せできればと思いますよ。はい、挑戦しますよ、お願いしますよ。もうね、さっき半べそかいてたからさっき行きましょう、エリート。はい、今回こちらのジンベイギアサードパーで行ってみたいと思います。ちょっとね多分ギリス、てか要はラストでドーンってやりたいんだけど、そのラストでミスった場合もそのスタミナ15とあとそこまでのこの苦労全部水の泡になりますんで大変ですいけなかったらごめんね、まあその時はその時で。であとねポイントですよまずドフラミンゴ、絶対にドフラミンゴです。うん、ドフラミンゴなかったらきつそうな感じはする。まあ僕の場合ね、僕のパーティーの場合だと。で、あとはコアラが本当はいればいいんですけど、コアラ持ってないんでナミュールです。で、進化させました、このためにわざわざさっき。で、ナミュールはね、格闘タイプ 1.5 倍にしてくれるんで、一旦の間、それがだいぶ使える。で、あとは、早属性3人。そして、フレンドがギアサード。ギアサードない方の場合ね。ギアサードもちろん持ってる人だったら、もう全然ジンベイとかもう外してすぐギアサードですよ。もう速攻ギアサード。で、入れてもらえばいいんですけど、まあギアサードがないんで、俺はもう一生出ないんで、でまあギアサードがないから、まあ、ジンベイでジンベイとあと攻撃力が高めのハヤの人かな、ハヤの人が3人、要は最後にボンちゃんと赤3人が出てくるんだよ。その赤3人に向かって青でドゥンドゥンドゥンってやって稼いで、最後ギアサードでボンちゃんをボンって感じ。いきましょう、お願いします。今もう今なんで喋ったかというと、自分に言い聞かせるためだから、もう何回も失敗してるからギアサードむずいわ、これ使いこなせてる人すごいね。俺もう本当に1年ぐらい待ってるけど、本当に出ないからもう。まあとりあえず行きましょう。まあギアサードないけども。ないくてもなくてもなんとかなります。僕も行けましたから頑張りましょう。はい、そんな感じでございました。はい、行きます。はい、で、絶対貯めなきゃいけない人は、ナミュールさんです。ナミュールさん。ナミュールさんの25ターン。だから25ターンは稼ぎます。で、このターン、このチームね、結構回復があるんですよ。回復があるんで、暗い目でも全然問題なかった、さっきは。で、もうね、もう早速こうギアサード全然活かしきれてませんから、私。いやいや、ブーちゃんちょっと稼ぎたいね、ちょっと稼ぎたい。あんまり食らいすぎちゃうとさすがに怖いので、ちょっとギアサード喋れないっていうね。ちょっと大丈夫か、よし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 、いいよ、いいですよ、いいですよ。まあちょくちょく食らってもまあまあこのぐらい HP があればまあなんとかなりますんで、できれば亀で稼ぐというのかな、亀で稼ぎたいね、できればね。で、6面でボンちゃんが出ちゃうと多分無理、多分きついと思う。六面ボンちゃんのパターン、六面ボンちゃんパターンはきつい。それ以外ボンちゃんパターンでできれば来てほしいと私はずっと思っている。この動画撮るように当たって、それ以外ボンちゃんパターンでお願いしたい。ちょっとでそろそろ2個取っても倒しよう。はい、わかりました。喉がなんかイガイガっていう。さあ2面でございます。はい。ああ、よしよし、それ以外ボンちゃんパターンありがとうございます。でもうしっかりちょっと倒します。ギアサードは僕慣れてないので本当に集中しないとちょっとあれだから、ちょっと集中するよ。大丈夫か、怖い、いきます。ふい、あー、やばい、落ち着け、お怖いよギアサード、怖いギアサード怖いよ。
ちょっと待って、しっかりしこう。しっかり行けば絶対この弾道はスキルいいから。あんま食らいたくないんだよね。行きます。よし、いいよ、お肉取ろう、お肉取りの、取りの、うわぁ、ギアサード最高。ギアサードいいよ、ギアサードいいよ。で、これあのカメちゃんでターンを稼ぎましょう。ターンを稼ぐ、俺、喋れてない。ターンを、あのカメちゃんで稼ぐと。あーもうギアサード欲しいな、ほんとに。あ、やべ、やべ、ちょっ、あ、難しいね、やっぱ普段ギアサード使わないから。本当になんかそのストップする加減とかも一切わかんない。多分当たったところで俺多分絶対使いこなせない自信があるっていう。こんだけ言ってんのにね、こんだけ言ったけど多分使いこなせないです。で、早属まだいいかな。5面6面ぐらいになったら早属性2人真ん中2人を揃えていきたい。ジンベは変えられるから OK で、ギアサードもできるだけ使わず赤は取っておきたい、スロット取っておきたい。多分それでいける。よしよし、はい。で、今は4面ですね。4面です、はい、わかりました。で、ナミールさんどんぐらいですか。今4面でナミールさん13ターンちょっとたまんなそうなので、ちょっと食らいましょう。ブーちゃんからちょっと一回食らって、それでいきます。よし、もう余裕だね、ギアサード。一回成功しただけで超調子乗ってから。ギアサードマジむずいな。ちょっと待って、これちゃんと倒さないとやばいから、いきますよ。ブーちゃんは倒さないぐらいで、ブーちゃんは倒さないぐらい。あ、どうした、ちょっとどうしたの。あー加減がマジでむずい。なにこれ、ギアサードほんとすごいね、使える人。ちょっと待って、これでいいか、そうだね。で、そろそろまあお肉取りつつでこのブーちゃん倒そう。よし、2個もあるから。このパーティーね、すごいんですよ、回復力が。はいはい、すごくない。一旦で1000だからね、そこそこ回復してくれるよ。さあ行きましょう。で、ギアサードのスロットを揃えておきたい。倒しちゃった、頼む、ギアサードのスロットを揃えておきたい。まあドフラミンゴで最後変えれるけどね、変えれるけど、これはオートでいいかな、オートでいいかな。で、この辺からちょっとそろそろスロットを揃えたい、私。なのでギアサードのスロットを変えていきたい、私。はい、私ちょっと、何、おっしゃ、ギアサードは最高、ギアサード最高。パーフェクト3回出せるとテンションめっちゃ上がるっていう。ちょっと待って、やばいやばい、これスロットがちょっと怖い。もうね、早属性3人はできる限り揃えたい。いや嘘、あ、てかまずルフィは大優先で、ナミュールがギリギリたまんない、これやばいかな。ナミュールマジでたまんないと死亡説。あーやばい、頼む、赤出て、赤出て。あー、なぜなぜ出ない。あー、ちょっとまあジンベエは変えれるから、ちょっと待って、そろそろやばいぞ、そろそろやばいぞ、そろそろ、頼む、赤やばいな、赤来ないな、ちょっと赤が本当に来ない、赤が本当に来ないとまずい。ドフラミンゴの青は最悪取っておいて1個ずらせる。あ、そうだ、1個ずらして青を作る。だから赤が欲しいんですね、赤を作りましょう、赤を作る人、私。はい、あ、何やってんの、いきなりドフラミンゴ使っちゃうって。ちょっと何してんだよ、ちょっとやばいやばいやばい。赤を作る人、赤来て、赤赤赤赤赤赤が来ないよね、赤が来ないよ、赤が来ない。青が1個あるんで青は取っておきます。で、カメちゃんで3回ぐらいスロットを変えれるから、カメちゃんを残して赤を出してください。はい、お、一発で、一発でいける感じ、一発でいける感じ。赤を出そう、おし、この赤はすごいありがたい赤です。で、でね、ナミュールはね、揃えない方がいい、スロット。さっき一回やった感じだと、ナミュールは揃えないで僕行ったんで、揃えちゃうと倒しちゃう可能性があるんだよね。なのでナミュールは揃えません、私。ということは私はどうすればいいんですか。ちょっと待って、私どうすればいいの。ナミュールは揃えません、ナミュールとドフラミンゴは揃えません。で、ドフラミンゴの青はあのジョズさん、ダイヤモンドジョズさんに持っていきます。なので、よし、いいよね、大丈夫かい、私。はいはい、で、ナミュールもこのままいじらず行こう。で、ジョズができれば青になって別にいいのか、ドフラミンドで、ドフラミンドドフラミンドでドンキーホーテドフラミンドで
ドドド弁当で帰れるから、まあいいか、もうこれ行っちゃっていいよね。うん、ドキが止まるちょっと待って、怖いな、緊張するな、緊張するなあ、まさか来ちゃう。でもこれで倒せるので大丈夫。よし、いやこのターンです。ここ本当にパーフェクトを3回っていうか、むしろ全部パーフェクト、全部パーフェクトでやっとです。これがギアサードのプレッシャーかみんなすげえな、ギアサード使ってる人たちすげえないやーちょっと緊張すんな。いきますよ、本当にさっきいけたんだからいけるよ。どうすればいいですか。まずですね、このスロット気をつけて、後ろの人に波打るとかやっちゃうと倒しちゃうから、倒しちゃダメ絶対。まずボンちゃんにスロットを変える。でこの状況でジンベイのスロットがスロット落ち着いて、一旦まずドフラミンゴですね。スロット状況によっては、スロット状況によってはね。で例えばこれドフラミンゴが青じゃなかったら、スロットでジンベイの下に持ってきて、ジョズにね。でジンベイが赤になっても、ジンベイは自分で青にできるから大丈夫ということなので、そういうことです。なのでまずドフラミンゴされます、大丈夫です、気をつけましょう、はい大丈夫です。でヒュンヒュンヒュンとオーバーヒートをやっていただいて、オーバーヒートやっていただいて、するとこうなります。はい、合っています、あなたの行動合っています、大丈夫です。はい、そうですね、そうですね。で多分このスロット状況すごいいい、今すごい完璧で、こうします。でここが問題です。ナミュールさんね、こう格闘 1.5 倍プラス攻撃しやがるんですよこいつ攻撃しやがって、俺さっき間違って後ろのこのバナナ、完熟バナナ君を倒しちゃうっていう。なので手前のボンちゃんにスロットが合っています。ボンちゃんにスロットが合っている状態でナミュールさんお願いします。はい、本当にこれ攻撃しやがってドコーンってやって、ブーン、この2万4000でドーンって飛んでっちゃうんでこれ今完璧、あとはパーフェクトを全部出すだけです。緊張すんなこれ、ちょっともうミスったらごめんなさいね、もうその時はその時ですよ、その時はもう自分でやってくださ いそれはそうで、それはそうでね。順番的にはナミュール最初にやっちゃう、そうナミュール倍率かかってるんだけど、一番最初にやれば倒さず済むんで、ナミュール、ドフラミンゴ、エースで、エースから倒す、ジョズで倒す、ジンベイで倒す、待って待って、ちょっと落ち着いて、そう危ない危ない、オートにして、危ない、こっからオートです、こっからオート、忘れないで、こっからオートにするのを忘れない、あなたはこっからオートにするのを忘れない。でオートにしないのをした、オートにしないとダメです。オートにしてナミュール、ドフラミンゴ、エース、あ、まあ攻撃力弱い順でいいです、弱い順でいいです。オートでまず3人、青の1人3人後ろにドンドンドンで、ギアサードでドン、正規のシーンです、いきます。もうやだもうやだよ、こうやって何回も失敗して、スタミナ全部使い切りましたまあ今のところでだから全部パーフェクト言ってれば大丈夫です。このパーフェクト全部出さなきゃいけないプレッシャーと、この動画で成功させなきゃいけないプレッシャーに打ち勝った者のみが今のは成功できますまあというわけでございます。まあ僕は失敗しましたけど、皆さん失敗しないで頑張ってくださいということです。でここでもうここでミスったら負けちゃうので、とりあえずこの動画締めます、頑張って。なんで今成功すんだよ、なんで今成功すんだよ、しかも成功してないっていう、ひどいわー、ひどいわー。まあでも勝てるでしょさすがにね。 OK、まあなんとか、まあこんな感じです。一応これで全部この成功させるプレッシャーに打ち勝った場合203万ぐらいいった、一応ね。実は超へこんでるから、実は失敗したっていう、ちくしょうマジ失敗した。もうこれ何回もやったからね、もうちょっと一回成功させて、ちょっとプレッシャーがあれでしたね、ちょっと気が抜けましたね。あ、何ですか。で、まあ今のだと50万です。ギリギリでね、ほんとギリギリだったから。いや、今回ちょっと個人的にすごい難かった。
ねえ、でキラーがいけないからさ、キラーでとかでもやったんだけど、キラーパだとキラーがもうめっちゃ弱くなっちゃって、キラーが全く使えないってことで、ちょっとキラーパだといけなかったんで、多分ねギアサードなし、コアラなしで今のキャラ揃ってる人はこれおすすめです。そんな感じでございました。あ、一応レベルこんな感じです。一応レベル、みんなのレベルこんな感じ。まあそこそこ高いね。青の3人は絶対高めの方がいい。まあちょっとジンベエもうちょっと高いといいんだけど、でナミュールはね、もしかしたらその敵を倒さないっていう意味だと低い方がいいかもしれないって思った。多分高いと倒しちゃうんじゃない、下手したらね。まあまあまあこんな感じでございました。はい、そんな感じで脱走バラックワークスのランキングでございました。はい、いやこのプレッシャー半端ないねマジで。一発目ミスるってなんだよ。一発目ミスじゃねえよ。一発目ミスからもう気がもう最初に心こ、俺の心ね、これ俺の心こだったんで、最初のミスの状態でもう怖い、もうランキング大変だね。まあこういうその緊張感も味わえるランキングでございました。はい、今日も動画見てくれてありがとうございました。またいろんな動画上げていくのでまた見てください。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう、バイバイ。最初ミスった瞬間俺絶対ニヤついてたと思うバイバイ。いやね、そのチャンネル登録っていうのはさ、やっぱその見てる側が、あ、このチャンネルいいなってそう思った時に初めてそのチャンネル登録ってするものであって、やっぱこの動画出してる側からさ、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いしますってなんかそう言ってやるのってなんかやっぱちょっと違うと思うんだよね。で、そうじゃない？で、だからさ、まあそんな僕からね、一つだけ皆さんに言いたいことがあります。チャンネル登録お願いします。で、あのスマホの人はここをタップすればチャンネル登録できますんで、ぜひぜひお願いしますよ。で、パソコンの人はここクリックすればチャンネル登録できますんで、ぜひぜひお願いします。明日も頑張ろう、バイバーイ。